ウスタシャは、クロアチアに存在した、ファシズム政党、民族主義団体。第二次世界大戦中にドイツと同盟を結び、大量虐殺を行ったことで有名である。アンティパベリッチを指導者とし、クロアチア人による独立国民国家の樹立を目指した、農民を主体とする、反資本主義を政治考領に掲げていた。しかし、反資本主義を目指していながらも、 私有財産性は認められており、ローマカトリックの影響を強く受けているのが特徴である。第一次世界大戦後に誕生したユーゴスラビア王国は建国当初からセルビア人に国の中枢が牛耳られており、民族意識が強いクロアチア人の反発が絶えなかった。ウスタシャはクロアチア人のこうした反セルビア感情につけ込んで勢力を伸ばした。 ト当セルビアのためには、暴力も厭わないパベリッチは、民族意識を煽り、同じく、ユーゴスラビア政府と対立していた、ブルガリアの内部マケドニア革命組織などと連携し、ユーゴスラビア政府に関係する機関へテロを繰り返した。ウスタシャと内部マケドニア革命組織の協力によるテロとして、1934年に、当時のユーゴスラビア国王、アレクサンダル一世が、 フランス訪問中に暗殺されるという事件が起きている。ユーゴスラビア政府はウスタ社を取り締まったが、その後もクロアチア人によるテロはやむことがなかった。ヤセのバッツ収容所で今まさに処刑される収容者。手前は彼ら自身の手で掘作さ,させられた墓穴である。彼らは墓穴の縁にひさまずかされ、背後から銃殺され、重力に従い墓穴に転落する。 クロアチア人の労働力を必要以上に浪費しない効率の良い埋葬方法であった。パベリッチは当初イタリアのファシスト党首ベニリとムッソリーニから援助を受けていたが、やがて北のナチスドイツとも関係を強化し、1941年のユーゴスラビアに対するナチス侵攻を契機にクロアチア独立国を設立した。パベリッチは独立と同時に国家元首となり、 ヒトラーやムッソリーニを真似て単一政党による独裁国家を樹立する。他の政党はすべて非合法化されナチスを真似た新英隊も創設した。また国内に強制収容所を建設しセルビア人に加えてユダヤ人やジップシー、さらには同胞のクロアチア人の反対派を大量に逮捕、収監した。特に悪名高いアセノバッツ収容所は バルカンのアウシュビッツと呼ばれている。また、ウスタ社の部隊は地方でセルビア市民を虐殺し、その虐殺現場にカトリック司祭を同行させて自らの行為を正当化した。こうしたウスタ社の行動は彼らを支援し同じく残虐行為を専門としたナチスの保安警察及び保安庁法部の特別行動部隊でさえ眉を潜めるほどのもので、 セルビア人迫害の先鋭化が近い将来、クロアチアを抑制の効かない不穏地域にする恐れがあると本国に報告されるほどであった。以後、1945年に至るまで、クロアチア国内では、凄惨な殺戮劇が繰り広げられた。この期間中に70から100万人ものセルビア人が殺害されたと言われているが、正確な数は、はっきりしていない。一方、 セルビアもチェトニックと呼ばれる組織がクロアチア人を迫害していた。旧ユーゴスラビア王国政府関係者の抵抗組織としてはチェトニックが存在したがセルビア人が主流であり、旧体制と同じく様々な問題を抱えた組織であった。士気が低い彼らに代わり、ユーゴを解放したのは当時ヨシップブローズ地頭率いるパルチザンであった。1945年に クロアチア独立国は崩壊し、行き場を失ったパベリッチは南米及びスペインへ亡命する。そこでフランコ独裁政権の保護を受けながら、新生友好領内やヨーロッパ各地に潜伏しているウスタシャザントと連絡を取り合い、再び祖国復権の夢を実現させようとしたが、1957年に襲撃を受けて重傷を負い、2年後に死亡した。一時的にせよ。 ヒトラーの援助を受けながら、クロアチアの独立を果たしたパベリッチであるが、彼自身は終始暴力を肯定しており、その過剰な政策が民族同士の遺恨を生み、冷戦終結後に勃発するユーゴスラビア紛争の原因になったと言われる。ありがとうございます。